お久しぶりです。ビデオゲームです。火の封印で天使の力を、もらった後はですね、パルマカスタっていうところを目指します。まあ、次の封印に向かってパルマカスタを目指すんですけど、まあ、パルマカスタに行くためにはまずですね、オササンドってとこに行って、オササンドからイズールドっていうとこに行って、そこから船に乗ってパルマカスタに行かなきゃいけないんですよ。で、まあとりあえずトリエットに戻って、まあ体力を回復しておいて、あとセーブと装備を整えて、でそれから東かな、フィールドを出て東に向かうとオササンドがあるので、まあオササンドに入ります。でまあ入るとイベントになるんですけど、イベントになってシーナが襲ってきます。でシーナは今戦わないんで、とりあえず宝箱を回収しながら進んでいきます。まあ、ただこのシーナとはオササンドの出口で結局戦うことになるんで、一応出口に向かう前に装備を整えておいた方がいいですね。体力を回復したり、TP を回復しておいた方がいいですね。はい、シーナはですね、あの式神を連れているんで、まあシーナと式神を倒すっていうことになりますね。まあ特にこのバトルも気をつけなきゃいけないことはないんですけど、まあどちらもそんなに HP も高くないんで、まあ多分式神の方から倒した方が、スムーズに倒せるんだと思います。でこの洞窟に行けるんですけど、洞窟にですね、あの宝箱が左上と右下にあるので、これは回収しておいてください。あと最深部には EX ジェムのレベル1もあるので、これも回収してください。 でその最深部の宝箱の横に、骸骨がいるんですけど、その骸骨がね、骸骨に話しかけると戦闘になるんですけど、こいつソードダンサーっていうやつでめちゃくちゃ強いんですよね。あの初めてここに来たレベルでは絶対に勝てない敵になるんで、あの戦わなくていいです。スルーでいいです。はい、まあただこいつに負けてもあのゲームオーバーにはならないんで、全員レベル1になるだけなんで全滅はしないんですけど、まあここで戦う意味はないかなと思います。まだ、はい、でスルーで先に進んでまあ北にあるイズールドですね、イズールドに入ります。でイズールドに着いたら、とりあえず漁港にいるマックスっていうやつに話しかけるんですよ。まあ船の持ち主でしたね、船の持ち主のマックスと話して、でその後に町の入り口の家にあるライラって女の子に話しかけると、まあ船に乗せてもらえるってなるんで、まああの町の人に話を聞いていけば、あの先に進めるようになるんで、とりあえずは。で、あとね、このイズールドっていうのが、エモーショナルバルーンっていう、まあエモバっていう、あのミニゲームができるんだけど、これがめっちゃ簡単で、まあその、猫人がした、モーションと同じモーションをすればいいんだけど、まあ初めにこの十字キーの上左下右と、あと LR のこの6パターンなんだけど、これを覚えておいて、で、あとはそれに従って、同じ動作をしていけばいいだけなんだけど、これあのスマホで写真撮って、で、それを見ながら、あの順番に押していけばいいだけなんで、これめちゃくちゃ簡単なんで、これやってください、ぜひ。難しいでレモングミ5個で、普通で、ライフボトル5個がもらえて、簡単で、アップルグミ5個もらえるんで、で、これ何回やってもアイテムもらえるんで、あの、ここでね、まあ、ちょっとめんどくさいけど、アイテムを補充していくっていうのも手かなと思います。ライフボトルとかレモンボトルとか、序盤は高いんでね、ガルトもそんなにないんで、うん、このミニゲームは結構ね、いいですよ。ここでアイテムを稼いでいくのも一つの手かなっていうふうに思います。でも、アイテム稼ぎ終わったら、船に乗せてもらって、パルマコスタへ向かってください。するとパルマコスタに到着します。で、パルマコスタの市場にね、武器屋さんとか、カスタム屋さんとかがあって、あるんで、ここで装備を整えておくといいですね。はい。結構強くできるんで、自分はここで正宗作りましたね。はい。で、まあ、普通に進んでいくと、まあ、イベントになって、これでワインを割っちゃうんで、ワインをゲットしてくれっていう話になります。なっております。はい。で、パルマコストワインを、
手に入れなきゃいけないっていうんで、酒屋さんに入るんですけど、酒屋さんに入ると、ジャイアンとお店の人が口論になっておりますね。ここでサブイベントを見ることができます。で、まあ、ここで、パルマコスタワイン買えるんですけど、1本1000円なんでちょっと高いんですね。別にここで買ってもいいんですけど、あのこの後説明するサブイベントでも手に入れることができるので、ここでは買う必要はないですね。はい。で、街の中を進んでいって、で、学校があるんで学校に入ります。で、まあ、学校に入るとイベントが始まるんで、まあ、これを受けて立つと、サブイベントになりますね。はい。このイベントが終わるとジニアスの称号がもらえますね。優等生っていう称号がもらえます。で、ここで問題が入るんですけど、まあ、正解数によって、ジニアスの好感度が上がるんですけど、正解率によって、その称号においては関係ないんで、まあ、ただここの答えを言うと、1問目が最後陣で、2問目が重力加速度で、3問目がわからないですね。それが正解になっております。で、隣の部屋に行くと、勝負が始まりますね。で、このイベントが終わるとジニアスは、優等生の称号を手に入れられます。で、1階の一番右の部屋に行くと、レストランがあるんで、ウェイトスやらないっていう風に聞かれるので、そこではいを選択して、ここでミニゲームをしてください。で、これはまあ注文されたものをね、あの順番に運んでいくだけですね。はい。で、自分何回か間違えたんですけど、別にクリアはできたので、多分間違えてもいいのかなっていう風に思います。で、終わるとですね、320ガルドとパルマコスタワインがもらえるし、しかもコレットの、特急ウェイトレスという称号ももらえるので、パルマコスタワインはね、こっちのルートで手に入れた方がいいと思います。はい。で、まあ、学校の隣にある教会にも寄っておいて、この教会のマーチ宰相さんともお話ししておいてください。で、あとはこの総督室へ行って、ここでドア総督と話をしておいてください。で、町の入り口に戻って、さっきの一行に、パルマコスタワインを渡します。で、あの一行が、再生の書を持っていったっていうことで、次は箱根シア峠っていうところに向かいますね。はい。結構遠いんですよね、箱根シア峠が。はるか北の位置になります。で、そこに向かう途中に救いの小屋があるので、救いの小屋に寄ってください。で、寄るとですね、またシーナからのイベントが始まるので体力を回復してまた北へ向かいます。かなり北上しなきゃ現れないんで、この箱根シア峠が。で、箱根シア峠の、コットンという人に話しかけてください。で、話しかけるとね、とんでもない額のガルドを振りかけられるんで、で、スピリチュアルズを取ってこいっていう風に言われますね。はい。で、一旦外に出ます。で、外に出ると、イベントが始まるので、パルマコスタに戻ります。で、パルマコスタに戻る前に、箱根シア峠からちょっと東に行くとね、石碑があるんで、この石碑を見つけてください。で、この石碑を見つけるとね、あのロングボードが使えるようになるんで、まあ、ノイシュに乗れるようになるので、移動がだいぶ楽になります。で、ノイシュに乗りながら、パルマカスタに戻ります。で、進むとですね、イベントが始まりますね。マグニスが、暴れていますね。で、次はですね、ここから東にある人間牧場に向かうという段取りになっております。とりあえず今回はここまでにしておきます。次はね、パルマカスタの人間牧場からやりたいと思います。それでは次の動画で、違うよ、きっとクラトスだよ。